コトーシャンプノワは、フランスの多くワインの一つで、シャンパーニュ地方で生産される。シャンパーニュと異なり、非発泡性ワインで、赤、白、ロゼの生産が認められている。かつては、バンナチュールド・シャンパーニュと呼ばれ、ステルワインの一種で、ブルゴーニュワインの競合となっていた。シャンパーニュでのブドウ栽培は、ローマ人が初めてこの地域にブドウを植えたがろ、ロマン期に遡る。 1974年に奥を取得。奥シャンパーニュの指定を受けているブドウ畑の範囲に同じ。ワインの大半はマルヌ県、マルヌ渓谷と第三期内市は白亜紀の土壌からなる地区で生産されている。この産地はパリ盆地の東に位置し、冬は冷え込み、年間通じて降雨量は多くないものの夏はやや雨の日が多く、暑さは 控えめな大陸性気候の影響を受けた海洋性気候である。シャンパーニュー渓谷の海洋性気候は全体として見れば緩やかで1月の平均気温は摂氏2度、7月が摂氏18度で年間平均気温は摂氏10度ほどである。年間降雨量も多くはない550から700ミリメートル。ブーズイ村におけるピノノワールのブドウ畑ブドウ品種は 発泡性のシャンパーニュの許可品種と同じく赤ワインはピノノワール、ピノムニエを白ワインはシャルドネを主体としている。このほか、シャンパーニュ地方にはロゼワインのみに認められた奥としてロゼデリセインがある。生産量は概して少ない。とりわけ発泡性ワインとしてのシャンパーニュの需要が多くなる収穫年はほとんど生産されないこともある。ブーズイ村で生産される。 古藤シャンプノワの赤は最も評価が高い。全体として一般的な価格は1本あたり10から25ユーロほどである。またよフランスランスクシ。ありがとうございます。